あ、リアルサビ？リアルサビ、こんな感じでしょ。あ、痛っ、やばい、うん、ちょっと、ちょっと吹きます。はいはい、さーい。今回ですね、はい、自分の趣味というか、好きなこと、森がやりたい、好きなこと、やりたいこと、YouTuber、 YouTube で、未だにないんじゃないかな、まだ。僕、エアフォース好きなんですよ、ナイキの。エアフォース、あ、今ね、赤いエアフォースも入ってるからね、赤いのから。エアフォース好きで、はいはい、今回白買ったんですよ、エアフォースワン。靴のメッキカラーって見たことありますか？靴のメッキはないかな、あんま見ないね、うん、メッキってこんな色、シルバーみたいな、これこんな色これメッキ、メッキこれでしょ。そうこういう色、メッキってこれね、こういう色、うん、こんな、こういう色ってないでしょ。ないな。こんな靴作ったらね、スカートの中覗き放題というか。あ、それ目的、そこエアホース関係ないな、ないんですよ、こういうカラーの。あんまないね。で、どうせないのかなと思って、うん、ないんだったら作ろうぜっていう話ですね。待って、ちょっとなんか作る、うん、なんていうのかな、覗く、まだこれしかないから。いや、覗くのは冗談ですよ、でも目立つね、それだと。あ、キンキンが目立つな。キンキン、こういう置き方してるやつ。あ、確かに。で、これを塗装します。簡単に言うと、で、車のやつってスプレーガンでっかいやつだったじゃん。でっかい、うん、今回使うのこれなんですよ。ミニミニ、これプラモデルとか塗装するときに使うやつ。へえ、そうなんだ。あ、これに何か液入れる、塗料入れる。で、使う塗料がこちら、こういう色になるらしいです。プレミアムミラークローム、うん、反射して見えないっていう感じ、うん、おお。紐外してマスキングからですね。え、どこマスキングするの？この布の部分。ちなみにこのソールはどうするの？ソールまで塗っちゃう？ソールはいいかな、みちみち傷つきまくりそうだから。あ、エアフォースって昔と比べてちょっと高くなったね。あ、いくらだったの？これ1万4000円でした。え、結構するね。昔7000円とかね。うん、昔は7000円、8000円とかで買えたんだけど、ここのなんか水水槽の部分だけ隠せばいいんだよ。そうです、うん。さあ、綺麗にできるかな。結構難しいよね、マスキング、ね、動きがあるから。細かく切ってがやりやすいよ、うん、とってもカーブのところは特に細かく。おお、細かくちぎってカーブ。あ、ゆったきさん誕生日だから、これ誕生日プレゼントであげるよ。あ、いい、大丈夫、いいじゃない。匂いきそうだし、あとなんか勘違いしてたんです。お前、ちょっと昔なんかテレビでやってたんだけど、スカート覗く人がいたみたいで、靴があるじゃん、靴、うん、こっちにねじ打ってから鏡つけて、これスライドしてから、スカートを見るっていうなんか事件があったし、かっこよ、やばいやん、そこまでしてみたいわと思って。スパイやん。はい、完成です。もうね、はい、完成ではないか、マスキング完了ですね。なんかこれはこれでまたなんか新しいデザインな、ダサくね。ちょっとダサくね、これ。あえてダサくするみたいな。新しい、うん、もう少し、もうちょいですね、下の方、今じゃあ完成したら塗装に入りましょうね。はい、これ、密着剤、まずは。お、密着剤を、革なんで、足付けができないんですよ。あ、足付けて、ザラザラにして、糊を良くする。そう、それができないので、うんうん、でこれが乾けば、塗装できるので、うん、なるほどね、密着剤は、糊みたいな役割ですね。こっちにあるね、うんうん、これ塗ってる感じがないね。ね、ないない、わかんないね、透明だと。こんぐらいで塗ったらいいの？こんぐらいでいい？テカテカ、これ塗りすぎたら、テカテカ知れば、うん、これ、これ垂れたらダメ。あ、垂れないぐらいに、あ、垂れたらダメ、あ、いいや、もう垂れてないし、まだ、ん、垂れそう、いいんじゃない。真剣ですね、職人が押してる。時計、この道24日。え、この乾いたら、うん、塗装開始、うん、ちなみにこれ簡単な、難しい、やったことないんですよ、これ。あ、そうなんだ、はい、こういう車もあるけど、うん、こういう塗装はやったことない、うん、で、この機材も扱うのも初めて。これは2回目ぐらい。車の塗装って塗りつぶすじゃん、全部。これは細かい塗装をするときに使うわけさ。乾いてんじゃん。だから1、2分って書かれてる。1回離して塗って1、2分置いて、もう1回やって2回に分けて厚塗りせずに塗ってくださいって。おぉ、もう1回塗りましょう。塗装ってさ、なんかどんどん色変わるから面白くない？ハケで塗ったらベターって塗るから、うん、もう塗ったところは、うん、でもスプレーで塗装したらどんどん変わるじゃん。あ、じわーって変わっていくから、はいはいはい、だからなんか面白い。二度塗りしました。ほっ、さあ、いよいよこの塗料こんな感じだわけよ、見て。
まだら模様というか、おお生きてるやん、ね、おおすごっ、うん、生きてる感じがする、おすごいね、おすごっ、なんでこうなんのこれ、中に細かい銀の粒子が入ってる、うん、同じ動きはしないみたいな、同じ動きしないから、これ塗ったら20分から30分常温に置いて乾燥させてって、乾燥してテカテカしてるのがなくなるから、テカテカなくなれば OK、 OK、 じゃあちょっと待ちます、乾かします、乾きましたかね、置いたんじゃない、ここに置いてたら、カピカピに、どうでしょうね、あ、大丈夫ですね、大丈夫ですか、うん、ほんでね、さあ早速こちら、カモンカモン、チェケラ、うお塗料が生きてる、でこれなんか塗り方が塗りすぎないっていうのしかなくて、コツが雑試し塗りの段階も燃えてるよ、ラベル剥げたみたいな、あ、本当だ、どうかって分からん、うん、っていうの下で見て、あー、はいはいはい、なんかラメみたいなの入ってるね、これ、これもやってみるじゃん。こっちの方がなんか成功しそうな感じがするよ。でもこっちの方が塗り足りない。これの方が荒いね。こっちはめっちゃ細かい。ということでここ使います。用意したのに量も絶対こっちより多いでしょ。確かに。じゃあもう圧倒的にこの表現がこれの方がすごい、うん、メッキ感出てる。うわ、輝いてる。早くも。輝いてる。めっちゃデカデカ、おおすごいすごいすごい、このカラーのエアフォースってあるのかな、なんかこんなような靴見たことある気がするした、2枚エアフォースメタリッククロームってるから、あらあら、あのしかも買った方が早かったっていう可能性も出てる、見せてかっこよすぎなの方がかっこいい、紐がグレーだろ、ね、もグレー、おしゃれ、合わせてこっちの方がめっちゃ、はい、あ、でも近いな、パッと見分からんかも、あれそのままや、うん、あ、一緒、もしかしてこれウロコしてる、これで、あ、これ、あ、これ、あ、これ2万3000円、2万3000円、あ、これ2万3000円、え、いくら、2万3000円、あら、あ、1万得する、あ、でも全然違う、すげえ、乾燥してきたらだんだんあれだよ、なんか味があるな、うん、じゃあオリジナリティここから出して、オリジナリティここから出します、なるほどね、あ、今から、あ、言ってなかったってこと、言ってなかったですけど、それ言ったらちょっとね、あ、じゃあ一応最後の仕上げとして、あ、ごめんごめん、黙ってた、ごめんごめん、このマスキングテープがなんかアルミホイルに見えてきたな、下に塗ってるのかっこいいな、これはこれでかっこいいな、うん、今からこれを乾かします、太陽に出たらマジかっこいい、うわ反射するね、ギラギラだよ、眩しい、これに使うのがこれ、サビ用の2色あるんだね、2色、うん、サビに見せかけ塗料、これなんか本当はスポンジとかでポン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 ってやるみたいなんだけど、うん、今回せっかくあるので、うん、やっと、うん、やっと出番来たね、うん、やっと出番来た、これ硬いわけよ、ちょっとほらチョコレートみたい、あ、ドロッとしてる、ね、うん、そう、美味しそうだな、ポッて言ったらなんか美味しそうに見えてきた、うん、で、これシンナー、あ、ちょっと伸ばすわけね、伸ばさないと使えない、うん、ドロッとしたタイプだったら詰まるのか、そうですね、シンナーで溶けんぞ、これそのパターン何これ、水性なの、分離してるよ、馴染んでない、これ水性かもしれない、こんな感じ、仕上がりこんな感じになる、めっちゃ錆びてる、お、すごい、ちょっと、ちょっと見ていいですか、あ、もうやるの、うん、こうなんかなんか試しング、試しング、試しング、あ、これシルバーだよ、シルバー、シルバーだよ、こっちに、試しング購入した時、うん、試しング、これやってこれやって、うんうん、どうするの、そういうこと、茶色、あ、こういうやつが下地で、これが上なんだって、うん、ええー、そうなんだ、そうすると錆っぽくなんだ、茶色を一回めっ綺麗に塗って、うん、その上からこれをポンポンしたらそういう風に見えるんだって、いや、ボコプロマスターだ、サビフォース、サビフォース、僕はスポンジを使わないで竹を使うってこと、あ、じゃあスポンジも使おうかな、場合によっては、場合によってはね、あの全部塗ろうとしたら多分塗料足りんくなるからよ、あそこね、僕は全部全部塗らんよ、全部塗らんよ、そういうサビっぽく見せるのがこの竹の役目じゃないかっていう、そうそうそう、考えに考えついたアイディアですけど、ね、はっはっ、初めてだろ、泥サビじゃないもうこれさ、泥跳ねたよね、車に泥跳ねられたよね、これこれが、まあ、リアル、うん、あ、リアルサビ、リアルサビ、こんな感じでしょ、うん、やった、やべ、うん、馴染ませるってこと、ここは、こっから馴染ませるわけよ、うん、まずあえて拭き取るってこと、そう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 、ほらほらほら、見た目で、ほらほら、うん、パチンって端、これを、あ、やべ、穴に入った大丈夫、水性だよね、大丈夫だよね、水性だけど、乾いたら落ちんよ、でこれで時間経ったら垂れるじゃないですか、はいはい、それがサビなんですよ、あー、なるほど、本物のサビはこんな感じですね、
こういう感じで角っぽいところかな。俺こういうサビ演出してるから今。あ、今これの演出をしてるんだ。そうそうそう、こういう演出。高ければ高い方がいいから。あ、それで、あ、なるほど。芸術家っぽいな。うん、おろろろ、こっちにぺっちにぺっちに水溜まらってるだけやん。で、これを違う作品になってきた。これをこう立てるとダラッて垂れるじゃん。あ、またこっちに入った。こっちもほらほら垂れてる。別作品になっちゃったんだよな。違うの、違う靴。違う靴。むず。じゃあちょっと仕上がった後見せる。はい。こちら。じゃじゃーん。おー。錆びてますね。以上以上以上。これもまた錆びてますね。うん。あ、結構錆びてる。確かに錆びっぽい。ちょっとハローの隣に。全然違いますね。あ、俺めっちゃ錆びてるからな。ドロンコ遊びですね。ドロンコ。あ、これすごい。ちゃんとね、こうなんか鉄感が出てますよね、ここの。そこから錆びてるっていうのが、ね、ここと同様出てますね。ここら辺と同様に、ここの、うん、ここもまあいいですね。あ、夕方なっちゃいましたね。なんでですか。あ、夕方なっちゃいましたね。なんでですか。マジさん、仕上がり終わったんで、はい、じゃああとはもう、あとはあれですよ、この靴ひも。靴ひもですね、これ。激渋やん。これを半分こう半分こしてから通るか。あ、通らんじゃん。ちょっと針金入れてから引っ張ったら通るんだよ。あ、ちょっと通るじゃん。片方はじゃあ、もういい。あ、なんかできる。なんか時間経ったらサビだな、これ。脳がバグってんのわからんけど、もう時間経つ前から俺はサビだと思ってたよ、うん、あ、もうちょっとサビだな。あ、なんかいいな、チェーンで。なんか男らしさが出てる。不骨さがあるね、うん、出てて、すごいよ、うん、あ、なんかいいね。あ、いい。これ直すちゃうけど、大丈夫。おい、よし。次が、お、早い。あ、早い。早くなった。内側じゃないんだな。俺内側なんだ。俺も内側派だけど、うん、通りにくいから、こっからって。これやば、強く引っ張りすぎて、プチーンって散らかりそう。ああ、間違えた。いいですか。ちょっとそれが心配。チェーンが、あ、入ったら意外と、あ、かっこいいかもしれない。かっこいいんじゃない。なんかパリコレでなんかありそうなんですよ、ね、サビスニーカー。サビスニー。でも遠くから見たら泥がついてる。サビこれ？うん、サビだから。泥？うん。泥マーク？あ、泥？うん。あ、サビのとこ持ってってみますまた。ね。これつけてたら絡まれなそう。誰に？絡む人怖いんだけど。無料に絡まれなそうです。これつけてたら、うん、なんか使ったそうな靴履いてるな。こいつに蹴られたい。こいつ蹴られたくないなってなるでしょ、うん、確かに。ちょっとなる。硬そうだな一応ね。重そう、うん、ガチン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 ってなりそうね。あれじゃん。でもサビのその具合が、うんうん、いいね。これ結構味あるんじゃん、このサビで。ひたすら自分で褒めるな、うん、これ俺、今できてると思う。いいできてると思う、うん、これ狙ってたから、狙い通りかなって感じ。じゃあ締めてもらってもいいですか。はい、はい、じゃあ今回はエアフォース1を旅させてみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。